はい、こんにちは。今回は数学2の図形と方程式の解説第6回目ということで、2直線の位置関係3回目の解説を行います。はい、まあ、これで2直線と位置,の位置関係は終わりにしますが、はい、今回は応用問題ばかりです。114番からいきます。3点 A、B、C について次の問いに答えようということで、点 A の座標が4カ3、点 B の座標が1カ4、 点 C の座標が 5, 1です、えー、線分 ABC の長さを求めようというのが括弧1の問題なので、まあ、これは2点間の距離でいけます。2点間の距離でいけます。まあ、x 座標の差の2乗、たす y 座標の差の2乗という公式にあためて解くと、まあ、x 座標の差は5-1で4、y 座標の差は1-4でマイナス3。 まあ、つまり3対4対5で、まあ、答えは5となります。2番、直線 BC の方程式を求めよう。えー、今回は BC の2点の座標が与えられているので、まあ、2点のね、あの情報からまず傾きが出せます。BC の傾きは、これは X 座標の差。 分のの y 座標の差で求められます、まあ、3対4対5でしょってさっきやったところではありますが、まあ、とりあえずもう一回計算すると5-1分の1-4だから傾きは4分のマイナス3です直線の方程式の1つポイントスロープフォーミュラーを使って y-y 座標イコール傾き x-x 座標より、えー まあどっちの点を使うかっていうのは好みですが、まあ、1カンマ4を使うと、y、y-y 座標イコール傾き、X、x-x 座標。最終的な答えは y イコールに直したいので、4を移行して展開して4、4分のマイナス 3x 足す4分の3足す4だから、4分の19となります。まあ、念のためにこれが5カン一1を通ることも確認して、はい、5カンマ1を通るということを確認して、 えまあこれでお,おしまいです。はい。続いて3番は点 A と直線 BC の距離を求めようと。これは、えー、点灯距離の公式ですね。点灯距離の直線の公式には貯めていきます、えー。ということはですね、y イコールってこういうふうに書き直したけども、まあ、ちょっと点灯直線の距離のね、あの <laughs>、 公式に持っていくには一般形に直しておきたいので、えー、両辺をちょっと4倍して 4y イコールマイナス 3x たす19言い換えると 3x たす 4y マイナス19イコール0という形にして直し直しておきます。はい。ということで点と点 A4 カンマ3と直線 L これの間の距離は 点と直線の距離の公式、ax1+by1+c の絶対値割る、÷ルート a の2乗 +b の2乗に当てはめて、分母は3の2乗 +4 の2乗のルートだから5です。3対4対5です。上は、この直線の式の左辺に4、3を代入するから、3、4、12、4、3、12、-19 の絶対値。すなわち、 5 5÷5 よって5 5で、えー、距離は1ということになります、はいまあ、ここまでやってきた理由は何なのかっていうと、カッコ4ですね。三角形 BC の面積を求めようと。はい、ということで、まあまあ、我々がここまでで求めてみたものは、カッコ1で底辺 BC の長さが求まっていて、これが5であると。 で、カッ3で A から BC までの距離を出して、これが1だったので、まあ、面積はですね、もう底辺と高さが分かっているので、2分の1かける底辺かける高さで2分の5となります。はい、ということでですね、あの点と直線の距離の公式っていうのは抑えることによって、まあ、座標平面上における、ねまあ、水線の長さなどを求めることができるわけですから、まあ、面積にも応用ができるよねっていうことだ。 はい、では続いて115番に行きます。直線 y=x に関して3カンマ2と対象な点の座標を求めようと。まあ、一般的に対象な点って言われたらね結構面倒な計算をやらなきゃいけないんですが y=x について対象なって言われた場合はちょっと例外扱い特殊なケースになります。 えー、y イコール x っていうラインに対して対称な点の座標というのは、まあ、もしここが a カンマ b だとすると、それと対称な点はですね、x 座標と y 座標を入れ替えた b カンマ a となる。これは、えー、押さえておきたい知識になります、えー。数2のね、後半の方で指数関数と対数関数っていうのが出てくるんですけども、あれのようにですね、あのー、互いに逆の関係、逆の関数、 逆関数になっているような場合ってグラフにすると、えー、元のグラフが例えばこうあったとしたらそれと逆のグラフって y=x についてひっくり返したグラフになるんですね。でひっくり返したグラフって入力と出力が全部入れ替わるのでまあ,あのこういうような関係が出てくるんですね結構ね。なのでまあカ1のね、えー、点3カンマ2と対称な点っていうのはまあこれは即答2カンマ3で良いかなと思います。 2 3ですはい。ということで、直線 y イコール x についてっていうんだったら、これは本当に現地校でもね、覚えさせられる、早い段階で覚えさせられる内容なんですけども、あ、えーま、括弧2の方はもうちょっとめんどくさいです。はい、括弧2は y イコールマイナス 3x プす1だから、ま、これは全然 y イコール、ね、x ではないので、ま、少々厄介です。 これに関して、2カンマ5と対象な点を求めなさいというふうになってます。対象な点というのはどういうことか。まあ、その対象の点を A' としますね。そうすると、まあ、我々は A' の座標 X と Y を求めなきゃいけないので、まあ、ちょっとここ P と Q って呼んでおくね。求めなきゃいけないんですが、この点は2つの条件を満たしている必要があります。 1> 第1に、ここが垂直になるということ。第2に、えー、まあ、距離が、ここはね、垂直二等分になっているので、ここの距離が等しいというのが条件になります。まあ、ちょっと距離はちょっと面倒だよね。<laughs> まあ距離はちょっと面倒ですよね。うん、まあ、あの、とりあえずこれをね、条件として考えてみますが、まあ、距離をね、 あの点と距離の公式とかでやるとちょっときついので、実際にはですね、まあ、中点がこのライン上にあると捉えましょう。中点が、A と A' の中点がこのライン上にあるというふうに捉えます。はい、ということでですね、A と対象の点をですね、点を A'PQ と置きます。 そして A' の中点をですね、M とします。そうすると、まず中点は対称軸上に存在しなきゃいけないんですけども、まず M の座標、中点の座標は2つの座標の平均なので、A と A' の x 座標を足して2で割ったもの、A と A' の y 座標を足して2で割ったものになります。 これが直線 3x たす y-1 上にあるので次の条件式が成り立ちます。3括弧中点の x 座標プラス中点の y 座標 -1 イコールがが成りり立つ必要がありますこれは P と Q の一次方程式なんですけども、まあ、両辺を2倍して、両辺を2倍して、まあ、できるだけね、簡単な式に整理しておきましょう、はい。左辺2倍してこうなり、右辺を2倍してこうなり、えー、式をできるだけ整理して 3P たす9たす9、9イコール0です。これが、 p と q の満たさなければいけない式1本目となります。はい。2本目は、えー、傾きですね。傾き。垂直になるというのが条件なので、まあ、A' と A の傾きと、えー、こちらの傾きがかけたらマイナス1になるので、えー、垂直条件を使います。ちょっと書く,書くところがね、ちょっとあれなんですけども、こちら側に行きますね。 AA'、えー、の傾きが 3x 足す y-1 イコール0と垂直になっていればいいので AA' の傾きは、えー、と X 座標の変化量分の Y 座標の変化量です。これとこちらの傾き マイナス3をかけるとマイナス1になるというのが垂直条件です。これも両辺をですね、マイナス1倍して、p、p-2 倍して、このように直して、で、まあ分かりやすい形に直そうか。うん、まあそうですね、右に持っていこう。p マイナス39プす13イコール0という p と q に関する連立式が出来上がります。この1と2の連立を解けば、えー、まあ答えが出てくるよね。なので下の式3倍して足して 10p 足す40イコール0だから p イコールマイナス 4q イコール3というのが答えですかね。はい、ということで問題の答えはマイナス4カンマ3となります。 マイナス4カまマ3です。マイナス4カまマ3。まあ、それっぽいようなところだよね、第三証言、図的には第三証言ですよね。そうすると、中点がマイナス1カまマ4になり、うん、傾きは6分の2で3分の1で、中点はこの式上にあるから、間違いないなと。と、はい、いうことで、問題の答えはですね、結構時間かかりましたが、マイナス4カまマ3となります。 はい、だからこの対象移動するときはですね、中点がということと傾きがというところで関係式を作りましょう。はい、続いて116番に行きます。k プラス 1x マイナス 3k マイナス 2y プラス k く1イコール0が。 定数 k がどんな値をとっても、常に定点を通る直線を表すことを示せる。k がどんな値をとってもっていうことは、まあ、k についてね、整理してみてみようかなとなります。だから、まずこの式をですね、k が含まれる項と、それ以外の項に分けてみます。そうすると、x-3y-1k。 プラスその他 x た数 2y-1 イコール0という形が出来上がります。これが、k がどんな値を取っても常に成り立つっていうのはどういうことかっていうと、えー、k の値に関係なくイコールが0になるためにはですよ、これは k についての高等式ということなので、ね、あのつまり x-3y た数1、k にくっついている係数が0。 かつ、定数項の部分が0になる場合に限り成り立つってことですよね。で、これを満たすような xy を考えてみると、うんまあ、引いてかな。引いて、マイナス 5y 足す2イコール0だから、えー、y イコール5分の2、x イコール、ん5分の4、5分の1かな。5分の1。 はい、ということで x が1 5分の 1y が5分の2の場合ここの部分とここの部分が0になるので k の値に関係なく常にこの元の式が成り立つことになります逆に言うとこれはこの式はあの k に適当な数字を入れると直線の式ができるんだけどもその直線は必ず5分の1カンマ5分の2を通るということになります はい、だから5分の1カンマ5分の2という定点を必ず通るってことなんですね。はい。ということで、えー、この式は、えー、この式、1はですね、丸1は5分の1カンマ5分の2を通る直線を表しているんですね。 通る直線を表すっていうか、K の値によって直線がどんどん変わるんで、直線群を表すと言っていいでしょう。で実際に、まあ、本当に、ね、そうなるかどうかっていうのをですね、まあ、確認してみましょうか。はい、ということでね、まあ、ちょっとここでも既にちょっと書いてあるんですけど、えー、っとちょっと式が違うな。 これはね x 1の方でいきます、はい、でこれはまずこの2つが共に0になるような解は赤と青が交わるところなんですけども赤と青が交わるところなんですけどもこの赤と青が交わるところが5分の1かも5分の2になってるはずです。ですよね。 5分の1かも5分の2だよね。はい。で、この緑のところの式がですね、えー、っと、K の場所がまあ逆だな。K の場所は逆ですけど、まあ、こっちを、こっちは K 倍しますね。はい。えー、これがですね、あの、問題の式になります。で、これが K が0だった場合はですね、K が0だった場合は、青いラインと一致します。で、K をこうずらすと、何らかの直線の式なんだけど、こう回転するよね。 回転してて赤いいラインに近づいていきます逆方向に行くと、やっぱり回転して、えー、赤いラインに近づいていきます。はい。ということでですね、あのこの式が表しているものは確かに5分の1間ン五5分の2を通る直線ということなんだけども、それだけじゃなくて、K の値を変えることによって、まあ、実質5分の1間ン五5分の2を通る、まあ、の傾きはほぼすべての、ね、直線を含んでます。縦線すらも含んでるよね。 縦線すらも含んでるよね。まあ、ちょっとこの間に縦線が入ってるよね。まあ、含んでない例外はですね、これ、どん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 こうね、毛を大きくしていくと、どんどん赤いラインに近づいていくんですけど、まあ、赤いラインにはなれないです。赤いラインにはなれないけど、まあ、赤いラインを除くすべてのね、この5分の1間んま5分の2を通る直線を表しているというふうに捉えることができます。はい、というふうな感じです。 この,あの見方をですね次の問題では生かしていきます。はい、続いて117番いきますね。117番なんですが、この x-3y-1 イコール0と 2xy-5 イコール0の交点を通り、なんちゃらの式を求めなさいということなんですけども、先ほど見たようにですね、この式の形、 この式の形は何を表していたかっていうと、五分の1か五分の2を通る直線たちを表していたんですよ。で、五分の1か五分の2を通るって、この五分の1 2と五分の2って何っていうとこのライン、このライン上の点であり、なおかつこのライン上の点である。まあ、つまり、この2つを同時に満たす、交点、この2つのラインの交点を通る直線の集まりだったんですね。だから、 これがですね、要するに二直線の交点を通る直線群を表していて、今回はこの117番ではもうまさにね、あの、これとこれの共有点の交点を通る直線は、 あのさっきの図でいう赤いラインは除きますけど全部ほぼ全てね1個の例外を除いてこういう形で表すことが、まあ、できるということになりますこういう形で表した場合ねこの 2x-3y-1 自体は表せないですけどまああの k の場所はねこっちこっちじゃなくてこっちにくっつければ 2x 2x 足す y-5 以外の直線は全部表せるようになります。まあ、あのどちらにおいても指してあの違いはないので、まあ、とりあえずこちら側に置いておきたいと思います。はい。これはね、こういうふうに表せますと。で、これが条件を満たすようにって考えていきましょう。はい。ということで、まあ、これがね、まあ、L、L っていうか、いろんな直線、これ無数の直線を表してるんですけども、えー、これは、 L1 と L2 の交点を通る直線たちを表しています。その直線の中から条件を満たしたものを見つけていきます。L の傾きがマイナス3となるのは、K がいくつのときかを考えます。はい。この式を傾きが分かる形に書き直していくと、K たす 2X プラス 1-3KY まあ、足す、まあ、どうでもいい、形符号、イコール0になりますね。で、これが、傾きがマイナス3となるのはっていうのは、要するに、その、y イコールマイナス 3x と平行ってことだから、つまり、3x 足す y イコール0と平行になればいいんですね。はい。こう、こういう一般形で表された二直線が平行になるための条件は、定数 a かける b マイナス A ダッシュ ×B が0になることなので、これが平行になればいいので、条件は K たす 2×1-3×1-3K、これが0になればいいになります。これは一次方程式なので、これを K について解いて、10K-1 イコール0、K イコール10分の1のときになります。 めんどくせえな、分数か。はい。あとは、まあ、これがね、10分の1って分かったので、ここにそれを代入して、10分の 21x、たす10分の -29y、た29す10分の -49、イコ、えール0。ということで、10倍して 21x 引く 29y。29 引く49イコール0が我々が求めたい直線ということになります。はい、では2番目の問題ですけども、二番目の問題ですけども、同じくこのね、この,式この形をした直線の中から、マイナス1カンマ、マイナス5を通る直線を求めればいいです。L の中から、マイナス1カンマ、マイナス5を通るやつを見つければいいので、 マイナス1とマイナス5を代入すると、マイナス1たす15たす1かける k プラスマイナス2ひく5ひく5イコール0になりながいいので15 15、15、16、15k ひく12イコール0。k が5分の4の時に、L はマイナス1かマイナス5を通ります。 あとは、それをですね、まあ、この式に代入していいかな。えっと、先ほどと同じ、この形に変形したものに代入すると、5分の 14x プラス5分のとマイナス12、マイナス7かな、マイナス 7y、足す5分のマイナス21イコール0。 えー、全体5倍して7で割って 2x-y-3 イコール0となります。はい、これは、えー、マイナス1カンママイナス5を通り、えー、なおかつ、えー、x-3y-1 イコール0と 2xy-5 イコール0の交点を通っているです、はい。ということでね、ちょっとこれは新しいことになると思うんですけどもこの2直線の交点を通る直線はっていう文言が出てきたらですね 2直線の式を使って交点を実際に求めずにこういうふうにねあの条件式を立てることができます。確認したい場合はね実際にこの交点を出して点検するといいんですけども、まあ、交点がきれいな整数ならまだしも、まあ、そうならない時にはまあこういう方法でねあの攻めた方が全然効率よかったりします。はい、今回の解説はここまでです。 今やった公式はまあ知らなくてもね交点を実際に求めて条件を満たす式を求めれば解けるので、まあ、あのまあどうしても覚えなきゃいけないものにはならないんですけどもまあ覚えておくと、まあ、このタイプの問題ではかなりスムーズにいけるよってっところです、はい。今回の解説はここまでとなります。